アメリカを訪問中の小野寺防衛大臣は講演で、集団的自衛権の公示容認に向けた取り組みは、日米同盟の革新的な強化につながると強調しました。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできません。日本の唯一の同盟国であるアメリカとの関係を革新的に強化させるものになると思います。 小野寺大臣は、日本を取り巻く安全保障の環境が変化し続ける中で、防衛力強化と日米同盟の抑止力の向上が不可欠だとして、集団的自衛権をめぐる憲法解釈変更の重要性を訴えました。また、中国については、対話のドアは常に開いているとする一方、力による現状変更は許さないとの姿勢を改めて強調しました。